こかな。ただいま。これは例の店のもらっていいのか。ありがとう。一生口にできないかと思っていたところだ。よく味わわせてもらう。どうしたものか。あら、エルザ、どうかした？先日つい服を買いすぎてしまってな。クローゼットに収まりきらなくなってしまった。それで古い服を処分しようと思ったのだが、気に入ってたのを捨てるのも忍びなく。それならギルドの女の子にもいらないと聞いてみたら。なるほど、その手があったか。いらねえ、ちょっとこっち手伝って。はい、じゃあまた。ああ。さて、みんなに聞いてみることにしよう。レシ、服はいらないか。急にどうしたの？服？古い服のもらい手を探しているんだが。え、本当？7年前に買った服がダメになったからちょうど困ってたんだ。それはちょうどいい。いくつか持っていってくれ。ありがとう、助かるよ。あ、でもサイズ合うかな。身長は同じくらいだけど。胸のサイズはまあ大体同じくらいだろう。大丈夫じゃないか。ちょ、いきなり胸触れないでよ。ジュビア、ちょっといいか。あら、エルザさん、ジュビアに何かご用でしょうか。古くなった服を誰かに譲りたいと思っていてな。ジュビア、甲冑を着て生活するのはちょっと。鎧ではない、普通の洋服だ。そういえばエルザさんの私服ってどんな感じでしたっけ。そうだな、ハートフロイツというブランドのものが多いな。どれも可愛らしいデザインだぞ。きっとお前にも。ジュビア、あまり派手なデザインの服は好みではないんです。すみませんが、遠慮しておきます。そうか、残念だな。ちょっといいか。はい、何でしょうか。私のお風呂の服を引き取ってくれる者がいないか探しているのだが。エルサさんのお下がりですか。いくつくらいの時の。
天狼島から帰ってきてすぐに買ってきたもの。サイズが合わないですよ。全然身長違いますし。それもそうか。だがウェンディが大人になった時に。いいです、エルザさんみたいになれる保証なんてないので。胸とか。ちょっとウェンディをいじめないでちょうだい。すまない。他を当たってみる。どこに帰ってきたな。だいたい聞いて回ってみたが、引き取ってくれそうなのはルーシーくらいか。多少は捨てるのも仕方ないか。エルザ、ちょうどよかった。聞きたいことがあるんだ。ジェラール、来ていたのか。なのよな。待てよ。そうだ、ジェラール、すまないが私の話も聞いてくれないか。おう、構わないよ。じゃあ先にそっちから話してくれ。実は私の古着を引き取ってくれるものを探しているのだが、お前のところにもどうかと思ってな。洋服？エルザ、どういう意味だそれは。ん？何かおかしなことを言ったか。俺は女の服を集めたり着たりする趣味はないぞ。バカ、何を勘違いしてるんだ。お前のギルドの女性メンバーにどうかという意味だ。なんだ、そうか。そりゃ、そうだよな。まったく。すまない、今日はもう帰る。おい、話があったんじゃないのか。そんな気分ではなくなった。また今度な。じゃあな。やはり捨てるしかないか。残念だがな。あ、エルザ、洋服どうなった？もし余ってたら私とリサーナにも何着か譲ってくれない？ミラ、ありがとう。何着でも持って行ってくれ。そんなにたくさんはいらないわよ。新曲は？それは楽しみね。でもアイデアが出ずに詰まってるらしくて。ミラさんから何かアドバ…ほら、ミラさんが前にギルドで演奏してた曲どれも良かったので。そうね、演奏するのと作曲するのとはまた違うと思うけど。そうだ、参考になるかはわからないけど、私が前に演奏した曲の楽譜をあげる。渡してあげて。いいんですか？ありがとうございます。
新曲は？作曲のアドバイス？そうそう、ラクサスっていつも音楽聴いてるでしょ。何かわからないかなと思って。俺は聞く専門だ、作曲なんてわからねえよ。読書家が全員小説家になるわけじゃねえだろ。思ったも。ま、普段俺が聴いてる魔導式音楽プレイヤーを貸すくらいはしてやるよ。参考になるかはわからねえかな。よし。ただいま。ねえガジル、ちょっといい？あ？なんだよ、俺は今忙しいんだが。新曲のアイデア練ってるんでしょ？参考になるかと思っていろいろ集めてきたよ。なんでてめえが知ってるんだ。レビィちゃんから聞いたの。はい、ミラさんからもらった楽譜でしょ。それからラクサスに借りてきた音楽ラクリマ。俺にこれを？どうしてわざわざ。まあ同じく道を志す者同士共感したっていうか、手伝ってあげたくなったの。おせっかいだったらごめんね。ギヒ、まあくれるってんならもらっておくな。頑張ってね。新曲ができた暁にはてめえをバックダンサーに起用してやるからな。楽しみにしとけよ。それは遠慮させて。すまんな。何？そうだな。お。どこ行くかな？ここだな。何が出てくる？力のパルハム、ひらめき無限大。君に捧げよう、勝利という名のパルハム。何？頼んだよ。
うん。お。うん。あ。すまねえ。はは。男だな。ありがとう。行き先はここにするか。さて次は行き先は。帰ってきたか。よし。行くぞ。おうおう、出てきやがったな。男！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 
ありがとう。よし。行こうかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。行くわよ。痛い。
愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。このくらい楽勝ね。よし、ありがとう。行き先はここにするか。さて次は。帰ってきたか。レミちゃん。うん。よし。何？
何？よし。すまなかった。はあ、はあ、くっ、あ？なんだい、何か買ってくのかい。この本いくらですか。おお、あんたフェアリーテイルの魔導士かい。そしたらさぞかし稼いでいらっしゃるんだろうね。そいつを買うっていうなら20万ジュエルでどうだ。20万？そんなに出せるわけないでしょ。というか完全にぼったくりじゃない。それじゃあこの本は譲れんな。だがどうしてもというなら品物と交換ってのはどうだい。品物？ここに書いてあるものを集めてきてくれ。そしたらそれと交換で譲ってやるよ。なんで私がそんなお使いみたいなことしなきゃいけないのよ。ちゃんと適正価格で売ってくれればそれでいいんだけど。おやおや、まさかフェアリーテイルの魔導士ともあろう人がこれくらいも集められないと。なんかムカつくわね。分かったわ、やってやろうじゃないの。よろしく頼むよ。どこ行こっかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。
られたいものからかかってこい。天狗の巻き爪。よし、ルーシーキリエット、やったー、勝ったわ。よし、どこ行こうかな。ここにしましょう。さて、次はと。頼まれてたもの持ってきたわよ。これでいいんでしょ。毎度あり。それじゃあこいつは持ってっていいぜ。まあ投げないでよ、20万ジュエルの方。20万。ああ、そういう設定だったか。設定って言った今。聞き間違いだろ。ほら、用が済んだらさっさと行きな。着戦としないけど。まあいいわ、ともかく本が手に入ってよかった。早く帰って読もうっと。行き先は。帰ってきたか。大きなため息ついちゃって。ミラさん、今さら大魔党演武のことを思い出してたんですけど、私みんなの足引っ張ってばっかりで全然活躍できなかったなって。相手も悪かったし。でも私悔しかって。まあまあ落ち込んでないで、気分転換にお仕事でも行ってきたら。ほらこのイライラ。そうし、頑張ってきてね。行き先はここにするか。君が依頼を受けてくれた魔導士かい。依頼の内容は把握してるね。はい、森。ん？え？それじゃあ。あ、ちょっと君。なんだかやりづらくなっちゃったな。でも仕事は仕事、やってやるわ。よし、頑張らなきゃ。よし。やれやれ、お出ましか。ルーシーキリエット、天狗の巻き爪。決戦、我々の勝利だ。やれやれ、お出ましか。メイクカンバー。へ、楽勝だぜ。と、切られたいものからかかってこい。
スメイクハンマー。へ、楽勝だぜ。こんなもんかな。君、あ、ちょうど終わったところですよ。これで安全に探索が。影で見ていたが、いやー、さすがフェアリーテイルの魔導士。大魔党演舞で優勝しただけのことはある。ありがとうございます。でも私自身は不甲斐ない戦いばっかりで。そんなことはない。え、君のレイヴン・テイルとのバトル、ボロボロになりながら必死に戦う姿に僕は心を打たれたよ。他の観客はあれを見て笑っていたが、僕はあれを見てフェアリーテイルのファンになったんだ。そうなんですか。すまない、少し熱くなってしまったね。それじゃあ僕は行くよ。これからも頑張ってくれ。はい。結果は残念だったけど、戦った意味はあったのかな。よし、次のお仕事も頑張らなきゃ。行き先はここにするか。さて、次は行き先は。帰ってきたか。